のデューンは先週に引き続き2017年大反省会スペシャル。前回は黒木アナのエントリーが目立ちましたが、果たして今回は。そして年間反省大賞に選ばれたアナウンサーは反省の意味を込めてみそぎロケをしてもらいます。今回は諸国アナがエントリー。エアリアルヨガに挑戦することになったのですが、なんかやっぱりこう溜まってる感じの人は痛いかも。リンパのこの辺にこういろんな毒物が浮いちゃ溜まってるんですね。諸国アナがやるとすごい体勢です。いけ、痛い。もう痛い。早い段階からね。そうそうそう。いや、これ、あかん。あかん。これどう？センライト。潰れてる。どこが違うんですか？あの、ハムする時の紐に。タイガース。ハムの紐は？新人さん、いらっしゃい。初登場だ。まずは憧れのアナウンサーについて質問。ドキリだもんね。僕は NHK のニュースセブンから卒業された武田アナウンサーに憧れています。うん、日テレの森文さんが好きです。おお、なんかおかしいですね。ちょっと変だね。もう一回じゃあ下げてみる。流れからちょっと聞いてみて。そうですね、憧れのアナウンサーとかは読売テレビといえば、読売テレビの、はい、中谷さんですよ。ここまではあなたらしいとダメなの。え、でもどう、今は、はい、どう、憧れのアナウンサーは。正直なの。はい、もちろん中谷さんです。ほら、あ、成功した。言わされてるか満載だったよ。ちょっと後で裏行こう。ほら、それ。その顔、裏でちょっと話があるから。そこそこブレーキ。あれ。おお。これですか。いいよ。大阪城ウォーターパーク。夏限定で開催の大阪城ウォーターパークでジャンピングスライダーに挑戦。デューンカレンダー用の写真を撮影します。被写体は諸国アナ。頑張れ。携帯カメラ。あそこで止まるときってあるの？絶対疑惑。絶対疑惑。これもう疑惑じゃなくなった。アイドルが好きで、毎月のように女の子が水着姿の写真とか制服姿でポーズ撮ってる写真とか雑誌を読んでるので、これで切り取られると語弊がありますけどね。今日は2人の可愛い写真を撮りたいと思います。なんかやらしい感じだね。はい、こっち見て。はい、見せ。あ、かわいいね。いや、私本当にこういうテンションがあって、あんまりこのロケの記憶がないんですけど。こいつ見つめ合って、見つめ合う。なんでみんなこんな気持ち悪がってるんだろうなと思って。ちょっとじゃないよ。で、脱いじゃいましょう。お前、本当に可能天命だな。どうなんですか、先輩から見て最近の黒木は。はい、なんですけど、セクシーちょっと間違えましたね。次回、ついに反省大賞決定。